さあ試合が始まりました。少し出して、自分で行く。しかしこれは弾きます。チェックに行く。まずは中央から行きましたが、ボールはつながっていきません。前方へチェック、待っていた。このボールはキーパーへ。アプローチ、抜けてきます。突破できるか、シュートまでいけるか。いいですね。もう一度つないで、これは通りませんでした。さあこのボール、縦へ、アプローチ、スライディング、短く出します。カウンターで来る。自分で行くか。抜けてくる高速ドリブル。あ、いいですね。とキーパーはこれを頭上でキャッチ。落ち着いています。まもなく前半も30分が経過します。パスです。だんだんとこうチャンスエリアに差し掛かるところでうまくいかないというケースが多くなっていませんか。ちょっと奪われがちですよね。強い、いいボール、ヘッド、これを決められない。ファイトシード、いい攻撃を見せました。いいアプローチいってますね。だんだんとこう中盤を支配されだしている感じにも見えるんですが。そうですね、そんな流れになってますね。中にいる選手が少ないぞ。シュート、弾いた。際どいぞ。ヘッドで競り合います。少し出して。硬い。いいとこ出ました。シュート。コーナーです。でもいい試合してますよ。そうですね。ロスタイムも残り2分を切りそうです。笛が鳴りました。前半終了です。さあ北澤さん、今のところどうご覧になられますか。アーセナルとしては序盤でいい攻撃を見せてましたよね。なのでね、後半も同じ調子を思い出せるといいんでしょうね。もう一回ね、最初のリズム良かったんでね、そのまま行ってほしいですよね。それではこのハーフ少し振り返ってみますが、前半39分、そうでしたね、決まりませんでしたけど、直前のパスも非常に良かったので惜しいプレーだったと思いますけどもね。もう少しですよね。さらにまた重要な場面があったんですが、前半43分、アデバヨール、なかなかのシュートを放っていました。はい、外れてしまったんですけど、絶妙なパスをつなげてシュートという典型的なパターンができてましたよね。アーゼガムとしてはこのまま調子を上げて完全に主導権を握るかもしれませんよ。ただ焦りすぎは禁物ですけどね。後半どういう試合展開になりますでしょうか。前半が終わったところで0対0、両チーム無得点のまま折り返しています。後半キックオフです。エンドが変わって右にアーゼガ、左にハイトシー、ザヤット、ここはメンディ、フランス、これは合いませんでした。これは通りませんでした。
右サイド上がっていく。いい形になった。さあ入れてくる。中央に上げてきたんですがクリアされます。うわー、フリーだ。さあカウンター、先制点のチャンス。一人で上がっていく。ここは精一杯クリアします。さあコーナーキック。ああ、これメンバー変えますか。そうみたいですね。離れていく選手についてなんですけど、こう見てますと結構触り気味なところがあったんですよね。まあ振り回されすぎというか、そういったところかもしれませんね。そうかもしれませんね。さあ展開が速くなる。突っ込んでいく。さあ固まっている。さあこの位置でタッチを割りました。さあいけるか。サイドからの攻めを見せたんですが、ここは阻まれています。中の動き素晴らしいですね。これはコーナーキックです。アーゼが得点のチャンスを迎えます。ここはなんとかクリアです。チェック。ここはよく守りました。まもなく後半の30分が経過します。前にいる、渡ります。中入れた。これはいい。ヘッド。ここからマラー。ここは阻まれました。なんとかクリア。ちょっと合いません。左、左サイド上がるか。さあどう攻めるか。グランダーだ。弾き返される。前に送って、ホラン、今のところ1本シュートを打っています。スティーブ・ガードナー追っていく。決勝点のチャンス。強いシュート。あっと外した。ですが北澤さん、今の攻撃なんですが、はい、一人で持って上がりましたね。そうなんですよね。ああいったプレーが相手にとって脅威になる時もあるんですよね。一旦はたく。ここで笛です。アーゼガブ引き分けて勝ち点1を手に入れました。さて北澤さん、今日の戦いいかがご覧になりましたか。はい、いや本当にね、両チームともなかなか隙を見せませんでしたよね。そうですよね。それでは試合を振り返ってみます。前半39分。そうなんですよね、外れはしましたけど絶好の位置だったんですよね。決定力に弱さが見えましたね。それから試合終了直前、このシーンです。ホラン、非常にいい形でシュートを打ってきました。得点には至らなかったんですけど、場所としては申し分ないとこでしたからね。打った選手にとっては残念でしょう。さあ今度は少しデータを振り返ってみますが、アーゼガム、支配率ではこちらが下回ってたようですね。はい、できるだけ早く攻めていかないとゴールは開きませんけども、やはりその起点はよりボールを持っている方に生まれてきますからね。試合を終えてみますと結果は0対0、両チーム同点でそれぞれ勝ち点1を得ています。さあそろそろお別れの時間です。本日の試合は北澤剛さんを解説にお招きしてお送りいたしました。北澤さん、どうもありがとうございました。どうもありがとうございました。それでは画面のハイライトシーンを見ながらのお別れとなります。皆さんまたお会いしましょう。
Thank you.